こんにちは、豊かチャンネルの豊かです。今回はですね、僕怒ってます。なんとね、 M デザインさん で塗っていただいた外装とパッと見ですよ、パッと見うり2つの車両が出てきたんですよ。で、いろいろフォロワーさんとかに探していただきまして、ようやく本人と会うことが決まりまして向かっております。ただね、この雷帝とか帝王とか、ね、いろんな車両いらっしゃる中で、なぜ僕のを真似したんだろうっていう、まあ、本人に連絡取った時にちょっと意識しすぎましたっていうことを言われてたんですけども、ちょっとどころではないぐらい意識されてる車両なんで、ちょっとこれやりすぎだねっていう話をして、で、まあぜひともね、まあ僕のポンちゃんを見てほしいってことでちょっと向かってるんですよ。で、M4 のメンバーにもちょっと相談しまして、それは仕方ないよねって、真似されるのは、まあ真似されてようやく一人前っていうようなことを言われてたので、みんな心広いなって思いながら、複雑な金、もう複雑ですよね。真似されてる方とはお会いするっていうのはめっちゃ複雑な心境で、まあせっかくねお会いすることができるってことだったんで向かってるんですけども、まあまあまあ、なぜ僕みたいな、なぜ僕のを真似したんだろうっていう疑問を抱えながらめっちゃ向かってます。いやー、でもこのシグナス業界でね、まあいわゆるいろんなステッカーの貼り方とかいろいろね真似される方結構いらっしゃるんですけども、ね、もう外装のラインから色、まあ、パッと見いやこれ僕やんってなってしまったんで、ね、まあ僕3型なんですけども、その方は2型でされてるんですよ。でもしかもね、自家塗装でやってるっていうところがまあすごいなと思って、自家塗装自分でね塗られて、まあ僕のっぽい仕様にしたかったんでしょうね。まあすごいね、初めは丁重にお断りされたんですけども、まあせっかくそこまでやってるんだったらちょっと見してよって。で、まあ僕の車両にね憧れてるかどうかは分かんないですけども、まあ見ていただいて参考にしてもらったらなと思って、まあこれも何かの縁だと思って、まあ正直めちゃめちゃ見つけた時はなんでやねんってなったっすけど、まあまあね、 M4 のメンバーと話してたら、まあ真似されて一二枚とか言われると、まあそうなんかなって、まあね、僕自身がねこうメディアにやっぱり出てるんで、仕方ないことだなとは思うんですけども、まあ本当にね複雑な心境で今向かってる最中なんですけども、まあね、皆さんもねそういったことがあるとは思うんですけども、まあ大きな心で、まあ、全く一緒だとねってなっちゃうんで、まあ、やっぱ真似されるんだったら、そのこれかっこいいと思った方に一言、まあ、僕もちょっとかっこいいと思うんで真似させていただけませんかみたいな DM とかねくれたらね、絶対あかんとは皆さん言わないんで、いいよって言ってくださる方が多いとは思うんですけども、ね、分かんないですよ、そらね、やっぱ一からね作り出した車両の方だと、やっぱ真似されるとちょっとそれはね、やっぱり自分で考えてオリジナリティを出してっていうことになることもあるんでね、まあまあでも一応ねかっこいいと思って真似してくれるってことは嬉しいことなんで、まあ一応ね断りは入れてほしかったかなと思って、複雑です。その車両がこちらになるんですけども、本当は赤黒でめちゃめちゃ僕にそっくりな車両だったんですけども、僕から連絡が来てこれじゃあかんってことでやり直してるんですよ。いや、やり直す前に会いたかったなっていうことを言ってたんですけども、いやもうせっかく豊さんに会えるんだったらもっと似せようと思って、もっと綺麗に
したいなということで、めちゃめちゃ僕の動画を見てまたやり直してるっていうね、嬉しいことなんですけども、僕としては赤黒の時に会いたかったなって。でも似てないっすか、このライン取り。しかも2型車両なんですけども、4型のメーターとウィンカーのところ、まあハンドル部分を4型にね完全移植されてまして、ライン取りもねほんと綺麗にねライン引いてありますよね。いやー、やり直さんでもよかったのにと思って。でもすごいっすよね、これ自家塗装でね今作ってる最中で、でなおかつ4型のねあのウインカー部分完全移植っていうのはすごい荒技。しかもねめちゃめちゃ若い子なんですよ。なんかねもう嬉しくなってきてしまって、真似してこういう若い子が真似してくれるっていうのはほんとねなかなかないんで、逆にすごいなと思って。僕塗装苦手なんで、自家塗装でしてるっていうのはね、めちゃめちゃ真面目な子なんですよ。まあ今からね車とか、まあ、バイクとかもいろんなものにね携わっていきたいってことで、バイト掛け持ち3つぐらいしてるらしくて、いやもう体壊さんようにしやーっていう話をしてて、いやーね。でそのなんで僕の真似をしようと思ったんっていうきっかけが、最近シグナスを乗り始めたらしくて、 YouTube 調べたら僕の動画が出てきたと。でこれかっこいいってことで真似してくれてるみたいです。いやー嬉しい限りですけども、もうね公認車両にしてしました。もう一生懸命頑張ってるんで、これをもう忠実に再現してくれたらもう逆にね嬉しいし、またね機会があったら M4 のメンバーにもまあね紹介って言ったらおかしいですけども、そこでなんかすごいね刺激があればいいなと思って、まあできたらまた声かけてよっていうことで帰ってきました。いやーでもすごいっすよね、自家塗装でやっちゃうっていうところがね。でめちゃめちゃ動画見てるらしくて、本当にね、まあ、赤黒の仕様の時がこちら。めっちゃ似てないっすか。逆にライン取りうますぎるやろ。このね僕のはこの黒い部分が赤のラメ塗装で塗られてるんですけども、ブラックで塗られてますね。いやでもライン取り神ってるよね。このウインカー部分のところ4型顔面に移植してるんですけども、すっげー似てるんですよね。マジかと思って、これ見たらねもうこのウインカー部分ね、めちゃめちゃライン取りめっちゃうまいやんと思って、やばないと思って。いやーでも自家塗装っていうところがすごいっすよね本当に。まあめちゃめちゃこの時に会いたかったっすね。まあまあ本当にね嬉しい限りですよね。なんか真似されるっていう複雑な感じのまま、しかもあの赤黒で会いたかったのに、ね、僕が連絡したことによって、まあ、本人に会うってことで綺麗にしようと思ったらしいんですけども、まあねまあまあ嬉しいことですよ。もうね、まあ、公認車両ということで喜んでいただけたらなと思って、まあ、出来上がるのがね楽しみにしてる矢先なんですけども、まあ、後日ねこちらの車両を売りに出しますってことで、ただシグナスは降りるわけではなくて、なんか違うシグナスで、まあ、何型かちょっとわかんないですけども、違うシグナスでまあ僕の公認車両として動くのか、まあ果たしてオリジナリティを追求してするのかちょっとわかんないですけども、まあシグナス乗っていかれるってことなんで、またねM4 のメンバーとかをと会うこととかもあると思うんで、やっぱシグナス界って結構ね狭いんで、またねすごい過激な車両を作っていただきたいなと思います。まあ今回はですね激おこ
豊かからの、ん？あれ？みたいな、なんかね、複雑な感じで終わりたいと思います。今回もご視聴いただきありがとうございました。またねー。